皆さんこんにちは、白熊ななみんです。いつも動画をご覧くださり本当にありがとうございます。本日の動画はこちら、私のこちらね、 iPad mini ちゃんなんですけれども、これはね、私のホーム画面です。いつも使ってるプロクリエイトとかインスタグラム、ツイッター、すべて自分で描いたイラストをアイコンにしています。本日はこちらのカスタマイズの方法をご説明していけたらいいなと思います。 iPad だけでなく iPhone でもカスタマイズすることは可能ですので、よかったらこの動画を見ながら一緒にカスタマイズしてみてください。それではね、こちらをお手本として、本日はででん、はい、ということで、こちら先日恋人さんと一緒に iPad mini をね買いに行ったんですが、彼の iPad は本当に背景も初期のままだし、アイコンもねそのまんまという状態で、ちょうどねカスタマイズするにはいいかなと思ったので本日お借りしました。こちらの iPad、 まっさらな iPad をこれのようなカスタマイズした状態にしようかなと思ってます。まずですね、これの説明したいんですけど、これは一体どうなってるのかっていうことなんですね。ここら辺の実用的なアプリたちは iPhone の元からある機能、ショートカットっていう機能を使用しています。やり方は後ほど紹介します。そしてこの横長の、大きかったりとか横長のものたち、これは別のアプリを使用してただいまここに呼び出しています。これはね、機能っていう機能はなくって、押すとそのアプリに飛ぶっていう風になっているんですね。なのでこの横長のものたちはただの飾りっていう風に思っていただければいいです。まずはじめに必要になるものが、こんな感じのアイコンたちが必要となります。このやつがね、今からこういう風に配置されていくので、このアイコンの画像、もちろんね自分の好きな写真とかイラストとか使っていただければいいんですが、もしよかったら説明欄にこちらの画像を配布した URL を貼っておきますので、そちらからこの画像をダウンロードしてください。まずこちらの iPad に画像を送りました。でその次に必要なのがアプリですね。必要なアプリの名前はウィジェットスミス、あ、出てきましたね、ウィジェットスミスってやつが必要です。この四角のやつ、仕事効率化、これはねこういう風にカスタマイズするっていうアプリです。ではまずこれをインストール。はい、じゃあウィジェットスミス入りました。これを開くとまずね、スモール、ミディアム、ラージ、エクストララージっていう風に全部で4種類のアイコンが出てきます。まあ、簡単に言いますと、まあ、ここにこれから画像をはめ込んでこの画面に入れていくっていう感じになります。じゃあまずこっちから、ここで言うスモールがこのちょっと大きめのやつ、ここで言うミディアムがこの中ぐらいのやつ、ラージはちょっとねまだ試してないんですが、エクストララージがこの横にドドーンってくるやつのことです。じゃあまずこのオクトーバーってやつをやろうと思います。エクストララージ、えいっ、でセレクトフォト、えいっ、でこうなってくるとこの下のところにセレクト、セレクテッドフォトがあるので、えいっ、ほんでまたここセレクトフォトで写真を選ぶとこういう風に画像が出てくるので、先ほどの画像を大きいやつだからこうやって指でサイズを合わせて自分の好きなようにやります。でこれができたらここ1個戻ってセーブ、保存して、こういう風に登録が完了しました。じゃあこの要領で次はミディアムやってきます。セレクトフォト、セレクトフォト、セレクテッドフォト、ほい、セレクトフォトで指で合わせて1個戻ってセーブと出ましたね。はい、じゃあ次ここの小さめサイズの肉球、セレクトフォト、セレクトフォト、セレクテッドフォトのセレクト、ここの中で正方形のやつ、肉球を
き呼び起こす。で、1個戻ってセーブすると登録されています。はい、こんな感じで一旦 1,2,3 個登録できました。で、ホーム画面に戻ってもらうと、まあ今のところ何ら変わりはないんですが、これらを置くために画面を長押しします。するとこういう風にぽよぽよしだすので、左上のプラスボタンをポチ。そうするとね、こうやっていろいろ出てくるんですね。ここでウィジェットスミス、こんにちは。で、先ほど登録した、じゃあオクトーバーからいこう。オクトーバーはエクストララージ、ウィジェットを追加、出てきましたっていう感じでやってきます。新しいページに、こうやって、次はこの白クマななみの横長のやつ入れますね。まず画面を長押し、ぷよぷよしたらプラスボタン、そしてウィジェットスミス、これのサイズはミディアムなのでミディアム追加、きました。それでは次、肉球プラスを押してウィジェットスミス、これはスモールサイズなのでスモールを追加。するとね、またこっちやってまいりました。はい、ということで一旦この飾りのウィジェットスミスは出し終わりました。次はこの可愛いちっちゃいアイコンたちを紹介していきたいと思います。まず必要になるのがショートカットっていうところが必要になります。ショートカットを押します。そうするとこんな感じでね、なんかいろいろ出てくるんですが、まずプラスボタンを押します。プラス、次この右側にあるスプリクティングです。おい。で、これを押すと一番上にアプリを開くっていうのがあるんですね。アプリを開くをタップ。そうするとこんな感じで左側にね、何々を開くっていう風に出てきます。そしたらまずここのアプリをポチと押すといろいろ出てきます。では今回はインスタグラム押してみましょう。ポチ。そうするとインスタグラムを開くっていう風に変わりました。これができたら次はこの右上の矢印の、この四角から矢印飛び出てるやつを押してホーム画面に追加を押します。追加するとアイコンと名前選択画面になります。ここを押すと写真を選択ってなるので選択できるんですが、ちょっとねこれ拡大に限界があるっぽいですなので一旦ちょっとカメラロールに戻りました。で、画面いっぱいになったらスクショ、アイコンスクショ、こんな感じでちょっと一個一個を拡大してスクショ撮っておいてください。めんどくさいかもしれないんですがよろしくお願いします。スクショの鬼になります。ある程度できたのでさっきのショートカットに戻ってきました。さっきの続き、インスタグラムを開くまで行ったら四角から矢印飛び出てるやつ、ホーム画面に追加、アイコンと名前を選ぶのでまずはアイコン、写真を選、インスタの画面を拡大して使用すると、ここにイメージ、なんかめっちゃ横に伸びてるな。さっきのスクショに戻っていただいて、これはですね、編集でトリミングでスクエアにしていただいて、もうねこの状態で正方形にしていただくことをおすすめします。なんかバグで横に伸びちゃいましたね。じゃあスクエアだね、こうやって全部正方形になるようにトリミングしておいてください。ちょっと説明が下手くそで本当に申し訳ない。正方形に一旦して、正方形にし終わったらアイコンを選択。はい、あの事前にカメラロールでも正方形にしてあったので今回は変形せずに登録することができました。そしてここの名前はインスタグラムなのでインスタグラムと登録します。なんかよくね、特殊文字を使えるアプリを入れてる人とかは特殊文字の英語、おしゃれな英語とかで
名前書いたりする人がいると思うんですが、今回はシンプルにします。名前を入れたら追加を押します。ポチッ。そしてホーム画面に戻るとでーんといった感じで、このインスタグラムが可愛い色になって登場いたしました。はーい。それではここからひたすらショートカット作りを始めたいと思います。一旦このインスタグラムを開くができたら、完了ボタンを押して一旦すべて真っ白にしてください。なんかこれね、一気にさっきのこの完了ボタンを押さないでやったら、なんかのアプリピッてやったら一気に全アプリバーン立ち上がるみたいになってめちゃくちゃ怖かったので、一個ショートカット作ったら完了ボタンを押すっていうのを忘れないようにお願いします。それでは次のショートカット作っていきます。プラスボタンを押す。このスクリプティングを押す。アプリを開く。アプリを開くのアプリを選択。ポチッ。じゃあ次はプロクリエイトっていういつもお絵かきしてるアプリをポチッ。そしてこれを押したら四角に矢印、四角矢印をタップしてホーム画面に追加。アイコンと名前選択になるのでアイコンをまず選択。お絵かきアプリなので鉛筆くんにしてみました。使用アイコンになりましたね。そしたら名前のところはじゃあプロクリエイトっていうアプリなのでプロクリエイトで追加を押します。追加を押したら一旦完了ボタンで全ておしまいです。ホーム画面に戻るとプロクリエイトが追加されています。はいはいはい。ではね、こっちのおしゃれページゾーンに来ていただいて、今ここを見ていただくと分かると思うんですが、プロクリエイトが2個あるんですね。これが本来のアプリで、これがショートカットで作ったアイコンになっています。ショートカットで作ると本来のやつは消えるっていうわけではないので、本来あったやつは見えないところに隠すっていう風にやっていただいて、可愛いページは可愛いページだけで楽しんでもらうっていう風にやっていただくと良いと思います。こんな感じでアイコンをね、どんどこどんどこ増やしていくとこんな感じのページになります。結構ね、可愛くなるのに大事なのは背景っていうのが、こうやって見ると分かると思うので、この背景の画像もね、こっちに移動させたいと思います。結構背景が変わるといきなりね、可愛さが増すっていうのが分かりますね。じゃあちょっと今からたくさんアイコンを作っていきたいと思います。じゃあこんな感じでいくつか作ったので、これから移動をしていきたいと思います。移動はもうこうやってひたすら長押しにしてるとぽよぽよ動くので、ぽよぽよ動いたら動かし時です。基本的にこれはね、自由な位置に配置できるっていうよりは上に詰めた状態で動く風になっているので、例えばこういうウィジェットをたくさん追加していい感じにアプリを配置したりとか、あえてこれをね、めっちゃ上と下にドドンとやるとか、いろんなホーム画面のレイアウト考えられると思います。ぜひ自分の好きなレイアウト見つけてみてください。今回は結構ちゃちゃっと説明してしまったんですが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、私もこれつい最近やり方を知ったので、もしかしたらもっとこうした方がいいのにみたいなのがあるかもしれません。まあ何かありましたらお気軽にコメントお待ちしております。はい、ということでこちら iPhone でもできますので、皆さんやってみてはいかがでしょうか。それでは説明欄にありますこちらの背景画像、アイコン画像などぜひぜひご使用ください。この動画がよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、しろくまななみんでした。さようなら。